本当は欲張りすにやってほしかった。ちょ、なんだこいつら面白くねえな。ちょっと待って。おい、欲張り止めろ。あの欲張り止めろみんな。マジマジで止めろ。あいつ、どこ行ってる、どこ行ってる、あの欲張りす。ちょ、なんで俺だけこんな止められんの。はい、どうもこんにちは、ペンペンです。今回もユナイトをやっていこうかなというふうに思います。でですね、今日やるのはマリオカートです。はい、何を言ってるかわからないと思う方がね、多々いると思うんですけど、はい、ユナイトでもね、マリオカートができるというところをね、皆さんにお見せしようかなというふうに思います。まあ、使うポケモンというと、ヨクバリス、カビゴン、ヤドラン、ユアパレス、カメックスというふうなね、ポケモンを使っていくというところです。はい、走るポケモンはヨクバリス。で、他の4匹は妨害していただくというふうなところです。はい、まあ、細かいルールなどはね、ちょっと今説明していこうかなというふうに思います。はい、まずこちらがね普通のマップだと思うんですけど、4箇所のゴールあると思うんですけど、今回はね、そのゴールを壊していって、大型のね一周サーキットを回っていくというふうな感じのルールで、今回はマリオカートをやっていこうかなというふうに思います。で、最初の5分はね、相手のゴールを割っていって、自分のゴールも割られて、サーキットをね整地していただいて、で、終わった際には自陣のゴールに行って、他のねポケモン4匹がブッシュに隠れてもらったのを確認して走っていくという風な感じになっています。まあ、言葉だけだとねちょっと分かりづらいというところもあると思うので、まあ、動画もね、見ていただければ幸いかなという風に思います。それでは動画の方を見てください。どうぞ。わかりました。私はスピーダーなしでやらせていただきます。みんな頑張ろうぜ。ちゃっと終わらせて。ここまだ飛んないからな。みんな楽しい時間だぜ。マリカいいね。俺慣れてる。みんな、俺みんなさ、だから初見さんとかさ、これ見といて。この動き、こういう風に動くのよ。まずあと何点。おー、6点。じゃあ配置につけ。撤退配置につけ。はい、どうもこんにちは、ぷんぷんですが、これからね、ちょっとマリオカートをやっていこうかなというふうに思います。いきますか?はい。はい、相手の準備が整ったらしいです。じゃあ、それでは、行きましょう。よーい。ドン!まあ、ここでね、やばい、まずい!やばい、待って、ちょっと待って、ちょっと待って。位置について、よーい、ドン!行くよ。OK、スタートしてかましてく。で、ここでしっかりと真ん中にね、アホどもがいるから、ちょっとここをしっかりと、待って、痛いね、ちょっと待って。あ、なんですかこのテレキネシス。ちょっと待って、大丈夫、ナイス、みんないいよ、邪魔しとけ。 OK、 ちょっと邪魔が足りない。ちょっとみんな俺、あかん、これ何、これちょっと、なんだこれ、ちょっと急ごう、丸いこう、ちょっと待って。で、行こう、カメックス。 OK、 ナイス、 OK、 本当は欲張りすにやってほしかった。ちょ、なんだこいつら面白くねえな。ちょっと待って。おい、欲張り止めろ。あの欲張り止めろみんな。マジで止めろ。あいつ、どこ行ってる、あの欲張り。ちょっと、なんで俺だけこんな止められんの。みんな絶対欲張り止めて。やべえ、めちゃやべえ、半分、ちょっと待って。止めろ。あいつを止めろ。マジで止めろ、あいつを。絶対止めろ。体で止めろ。絶対勝つから。お前らの、気持ち乗っけるから。みんなの気持ち乗っける。ちょっと、やばい、こいつ。ちょっと、かわすわ。ちょっと待って。一回ドリブル。ちょっと待って、ドリブル。行こう、ちょ、待って。ねえ、ずるいじゃん。ちょっと待って。ねえ、ちょっと待って。ねえ、ほんとに、ちょっと待って。やだ。ゴールテープだけ切らせて。お願いだからゴールテープ。ちょっと負けてんだよ。ねえ、ゴールテープだけ切らせて。ねえ、ちょっと、オッケー、ちょっと待って。ゴールテープだけ切る。絶対に俺はゴールテープだけ切る。ちょっと待って、切らせて。ゴールテープだけ。ねえ、やめて。ねえ、やめて。ちょっとやめて。ゴールテープだけ切らせて。お願い、ちょっと待って。ねえ、ちょっと、なんでこんな、ちょっと待って。ゴールテープだけ切らせて。よしまあこんな感じだよね。はい、動画の方どうだったでしょうか。結構ね面白いことができたのかなというふうに思います。まあ今回はね大型サーキットで、走っていったんですけど、まあ他のね形でもおもろいかなというところもありますし、また今回は欲張りすだけだったんですけど、まあリレーみたいなね、徒競走みたいな感じで5人でね走っていくのもおもろいのかなというところもありました。はい、こういったね検証をね生放送とかでもやってるので、あー、まあなんか参加したいなというふうに思った方がいれば、生放送にね遊びに来ていただければ嬉しいです。はい、今回の動画が面白いと思った方がいれば、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。